皆さんごきげんよう、沙織です。はい、今日はですね、私がプロデュースしているアパレルブランドメゾンエシェルの秋服の新作をご紹介していきたいと思います。はい、もうこれから夏本番っていうね、今6月中旬ぐらいなんですけれども、もう秋冬の予約がスタートとなります。日程はですね、まず大阪で展示会を開催します。6月21日金曜日から23日日曜日までの3日間ですね、大阪で展示会を開催します。こちらは事前予約制となっていまして、メゾンエシェルのサイトで今チケットをお買い求めいただけます。まだ空いてる枠もあったりするので、気になるアイテムがあった方はね、ぜひいらしていただけたらと思います。展示会限定にはなるんですが、特別なノベルティもご用意していますので、そのノベルティのご紹介はこの動画の最後でしたいと思いますので、ぜひご覧いただけたらと思います。で、同じアイテムのオンラインでのご予約は23日日曜日の夜8時20時からスタートとなります。で、展示会は展示会用の在庫を用意していて、オンラインはオンライン用の在庫を用意しているっていう感じになるので、展示会で全部なくなっちゃいましたっていうことはないようにしているので、ご安心ください。ただもともと生地在庫の関係で数に上限があるアイテムもあったりするので、展示会開催中でもその展示会分の在庫が売り切れてしまうという可能性もゼロではないですし、オンラインも完売してしまったっていうアイテムが出てきてしまう可能性もゼロではないことはご了承いただけたらと思います。はい、で今回もとても可愛いアイテムが爆誕しまして、実はこれ撮ってる前日、昨日の夜にインスタライブで先行お披露目をさせていただきました。ご覧いただいた方ありがとうございました。そこで皆さんから直接リアクションを伺えて、すごい可愛いっていうねお声をたくさんいただけて、私もとっても安心しました。ということで、今年の秋の私の自信作ご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりご覧ください。はい、ではまず1点目にご紹介するのがこちらのタンク付きレースシャツです。皆さんお待たせいたしました。こちらのレースシャツは以前から YouTube とかあとインスタでね、ちょっとお知らせさせていただいてたんですけれども、昨年発売して大好評いただいていたこちらのタンク付きレースシャツ、生地を新たにリニューアルして今回発売することになりました。たくさんの再販ご希望の声本当にありがとうございました。このシャツは初めて発売した時から本当に大好評いただきまして、本当に数分で速乾してしまったアイテムで、もう一度再生産したんですけれども、その時もあっという間になくなってしまって、その時ゲットできなかったっていうお声もたくさんいただいていて、ただ前回使っていたレースの生地がもう残念ながら廃盤になってしまったので、今回新しい素敵な生地をもう一生懸命探して、私もとてもお気に入りのレースの生地を見つけましたので、こちらで新しくリニューアル発売させていただくことになりました。で、今回カラーが新たに加わりまして、3色展開になりました。で、私が着ているこちらのオフホワイトと、あとネイビーとオリーブブラウンの3色です。サイズはフリーサイズで、お値段が税込み16,950円です。で、カラーはですね、めっちゃねいいカラーなんですけど、オフホワイトは、まあ、名前の通りなんですが、黄身寄りのホワイトっていう感じです。真っ白じゃないので、こういろんなねコーディネートも馴染みやすいかなと思いますし、秋冬の色合わせなどにもしっくりくると思うので、とってもねおすすめですし、この前アンケートを取らせていただいた時もやっぱ一番人気のカラーでした。本当ね、ネイビーはまあ大人な感じに着ていただけて、ダークカラーではあるんですけど、やっぱりレースで透け感があってね、こう肌が透けるので重たくなりすぎず、本当になんか知的に上品に着ていただけるようなカラーだと思います。そして今回新色、このオリーブブラウンもねめっちゃおすすめで、これもねちょっとなんかお姉さんっぽいというか、やっぱりこれ秋物で、まあ、9月中旬から下旬お届けになるんですけれども、ちょっとこう秋気分が高まってきている時にすごく着たいようなカラーかなと思っていて、ちょっとさ濃いめのリップとかつけてこれ着たらすごいグッと大人っぽくエレガントな印象で着られると思うので、すごくね個人的にもお気に入りのカラーです。で、オリーブブラウンっていう名前をつけてるんですけど、そうなんかねちょっと緑がかったブラウンみたいなイメージかな。すごいねおしゃれカラーです。絶妙な、なんかブラウンといえばブラウンだし、オリーブといえばオリーブみたいな中間な感じのカラーで、すごくおしゃれに着ていただけると思います。で、こちらのレースシャツ、シルエットとか作りは、まあ、以前までのレースシャツと全く同じです。で、生地だけリニューアルして変わったっていう感じなんですけれども、まあ、形としてはですね、こちらノーカラーになっていて、
で一番上のボタンがこうギボシになっていて、ゴールドのプチッとしたはめるだけのね、こういうボタンになっています。すごいさりげないんですけど、ここが普通のボタンじゃなくて、このねゴールドになってるっていうのがちょっとねこうキラッとして大人っぽく見えるポイントです。でこの下はこんな感じでボタンになっています。上から下まで全部開けられます。で肩はですねドロップショルダーになってて、ちょっとここギャザー寄ってます。で袖は伸ばすとこんな感じ、あえてちょっと長めの作りにしていて、手の甲にかかるこの感じがねエレガントで可愛いんですよ。ちょっとこうゆったりめのニットとかをこう上からかぶってきて、袖口にレースをこうやって出して着るっていうのもめちゃくちゃ可愛いので、ちょっとあえて長めのお作りにしてます。で袖口にはゴムが入ってるので、ここでねまくって着ていただくのがすごくね可愛いかなと思うので、まあ、1枚で着る時とかこうやってまくっていただくとふわっとしたシルエットも出てくれます。で着丈はこんな感じ、まあ、今透けてるんですけど、ウエストここなので結構ねしっかりありまして、まあ、透け感はありつつもこのねシルエットとかはふんわりカバーしてくれるので、こうやってテーパードパンツとか細身のパンツで合わせても安心感があります。でサイドはスリットを入れてるんですが、前身頃がこうやってラウンドしていて、後ろ身頃はスクエアの形になってるので、アウトで着た時も裾にちょっとした遊びがあっておしゃれ感が出てくれます。で生地はこんな感じなんですけれども、またねおしゃれで可愛い生地を見つけました。レース生地ってもうそのレースの柄によってかなりこう印象が変わるので、選ぶのがとっても難しくって、特にこういう総レースのアイテムってちょっと透け感がありすぎるとちょっとこう下品なやらしい印象になってしまったりとか、あとはこう柄の種類によってはすごくこうマダム感が出てしまったりとかいうこともねあるかなと思うので、そういったポイントを気をつけながらレースの素材選びをしました。で今回はこんな感じで本当に程よい透け感のレース生地にしまして、この一個一個の穴っていうのかな、このね隙間の部分が小さめなので、あんまりこうスケスケっていう感じになりすぎないのがすごく皆さん着ていただきやすいんじゃないかなと思っています。でこう柄の密集度合いとかも絶妙で、ちゃんと透け感はありつつも透けすぎないのがね本当にポイントなんですよ。あとこの柄の、まあ、デザイン自体もすごく気に入っていて、お花っぽい感じもありつつ、なんか葉っぱっぽい感じもありつつみたいな柄ですよね。全体的にお花感が強すぎると結構もねマダムっぽくなりやすいので、ソーレースでホワイトでも全然こう甘々な感じにならないので、エレガントに大人の女性にすごく着ていただきやすいアイテムだと思います。でコーディネートとしては私がよくするのはやっぱりこうテーパードパンツでもう出して着るのがすごいなんか着てて楽ですし、でもレースだからちゃんと華やかに見せてくれるのでこのスタイルが多いんですけど、スカートにインして着たりとか、でスカートはもうフレアスカートでもアイラインのスカートでもバッチリ合います。あとはワイドパンツにインして着てあげるのもすごく可愛いですし、これ上から下まで開いて羽織ることもできるので、なんかワンピースの羽織として着たりとか、 T シャツの上に羽織ったりとかっていう着方もしていただけます。これをね前回ゲットできなかったっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うので、今回は皆さんにアンケートを取らせていただいて生地もしっかり用意したつもりなので、ぜひゲットしていただけると嬉しいです。はい、そして次にご紹介するのがこちらのニットトップスです。もうこれは天才かもしれない。レースカフスリブニットカラーがオフホワイトとブルーグレーとブラックの3色展開です。サイズはフリーサイズでお値段が税込み 16,280 円です。これはもうこの秋冬のヘビロテニットを作りたいなと思って、シンプルだけど可愛い着回しが効いて何にでも合うニットを作りたいなと思ってこちらを作りました。めちゃくちゃ可愛くないですか。ニットの形自体は本当にベーシックなので、いっぱいねこう着回していただけるかなと思ったので、今回気合を入れて3色展開にしております。オフホワイトはちょっと黄身寄りのホワイトです。でこちらブルーグレーなんですけど、なんかねこれもすごい絶妙で、なんか若干ブルーミが入ってライトグレーみたいな感じですね。すごくおしゃれでいいカラーです。であとブラックはブラックです。メゾンシェルは、まあ、以前からね言ってるんですけど、アニマルフリーのお洋服を作っているブランドなので、秋冬ってやっぱりウールとかカシミヤとかそういうね動物性の素材増えてくると思うんですけど、メゾンシェルは
秋冬もアニマルフリーでやっておりまして、今回このニットはエコベロっていう素材を使っていて、環境に配慮して作られた糸を使ってこのニットを作っています。でね、肌触りとしてはめちゃくちゃ滑らかで、レヨンが 50% 入ってるので本当にこう滑らかで柔らかい感じです。私が一番好きで秋冬よくヘビロテしているタイプの触り心地とか着心地のニットを再現したものなんですけど、すごいこう伸びる、なんかビヨンとこう柔らかく伸びるタイプのニットで、ニットなので基本的にはまあ伸びると思うんですけど、そのこう伸縮率とか、ね、結構違うと思うんですけど、これはこうビヨンと伸びる感じの柔らかい伸びがすごいいいタイプの、ね、ニットで、あともちもち感があるような生地です。伝わりますかね、わかるかな。着る時とかもねすごい着やすいし、チクチク感も全くないし、それでいて適度に厚みもあるのでしっかり暖かさもあって、そう、秋冬にねぜひヘビロテしていただきたい一着です。これはもうオフィスとか普段使いとかガシガシ着ていただきたいなと思ったので、形、この、 ニット自体の形はとってもベーシックにしていて、この肩線とかセットインスリーブで本当綺麗めに着ていただけるようなシルエットになってます。で、首元はクルーネックなんですけど、あまり詰まりすぎず絶妙な開き加減で、鎖骨はちらんと見えるので、ちゃんとこの首元のちょっとこう女性らしさっていうのも出してくれます。出して着ると身頃のシルエットはこんな感じですね。丈も長すぎず短すぎずっていう感じの着丈にしています。で、なんといっても可愛いのがこのお袖でございまして、こちらのカフスオリジナルデザインのものをつけております。こんな感じでカットワークの刺繍になっていて、結構このね柄がこう大きめで大胆な感じの柄なので、すごくエレガントな印象で着ていただけるかなと思います。可愛いでしょう。で、もちろんこのカフスはボタンで取り外ししていただくこともできるので、外すと本当にシンプルなニットとしてお使いいただけるので、これは本当にヘビロテ間違いなしだと思うので、1色とは言わずね2色3色色違いでぜひゲットしていただきたいなって本当に思う一着です。そして次にご紹介するのがこちらのプリーツスカートです。こちらがですね、昨年も発売させていただきまして、私もすっごいお気に入りで本当ヘビロテしていたので、ちょっとリニューアルして発売させていただきます。カラーが私が着ているオフホワイトとこちらのピンクとこちらのグレーの3色展開でして、サイズが S と M の2サイズ展開です。お値段が 18,920円です。カラーがこちらのオフホワイトは黄身寄りのホワイトっていう感じで、すごく使いやすくて、私も大好きでヘビロテ間違いなしかなと思っているカラーです。で、こちらのピンクはちょっと青み寄りのピンクです。ちょっとこの画面より商品ページの方がねカラーは近いかなと思うので、ぜひね商品ページ確認していただけたらと思うんですが、とても可愛いいちごミルクのような感じのカラーです。そしてこちらのグレー、これはですねダークグレーなんですけど、ウールライクな生地なので、ちょっと見えるかな、木グレーみたいな感じで、ちょっと、ね、ベタっと一色じゃなくってちょっと濃淡のあるようなカラーになっています。で、こちらのプリーツスカートは本当にもうねお気に入りで、前回の時もめちゃくちゃ着てたんですけど、今回、素材が変わったのと、あとサイズ感が変わったんですけれども、皆さんにも以前インスタでアンケートを取らせていただいて、リニューアルしてほしいポイントとかを伺った上で今回こちらを発売することになりました。このウエストのところにこうやって横にタックが取ってあるので、こうやってトップスインした時にもこのねウエストのベルト部分がちょっとデザイン性があって可愛くね着ていただけます。で、ここからプリーツが出ていて、これ生地ほんとたっぷり使っているプリーツなので、この動いた時にファッと広がるこのシルエットがとっても可愛いんですよ。で、今回ですねサイズを S と M の展開にさせていただいてるんですけど、 S はいつもは私のサイズぐらいっていう感じにさせていただいてるんですけど、今回このスカートに関しては S は低身長さん向けっていう感じの着丈感になってます。あとウエストもちょっと細めの作りになってて、着丈がぐんと短くなっているので低身長さん向けと思っていただけたらと思います。前回すごいそのお声が多くって、ちょっとね前回確かに着丈がくるぶしぐらいまであって長めだったので、その着丈で前回ちょっと諦めましたっていうお声をすごいいただいたので、今回はぜひ低身長さんにも着ていただきたいなと思って低身長さん向けのサイズを作っています。
とは言ってもね、私も後で着るんですけど、全然私も低身長さん向けのサイズ着られます。だちょっとウエストは細めにはなるので、厚手のニットとかはインできないかなっていう感じなんですけど、平均身長さんが着ても全然ねおかしくないので、もうほんとお好みによってっていう感じですね。で M サイズが、まあ、前回でいうフリーサイズみたいな位置づけになるんですけれども、 M サイズでも着丈をちょっと短くしてます。前回はちょっとヒール合わせとかでエレガントに着たりとかっていうことがね多いような着丈感だったと思うんですけど、今回はもうカジュアルにスニーカーとか、あとやっぱり秋冬で発売させていただくので、ブーツ合わせとかもね可愛いかなと思うので、ちょっと短めにして、くるぶし上10センチぐらいですかね、私でちょっと足元すっきりさせて、そういうブーツとかスニーカーとか重めの靴を足元に持ってきてもバランスが取りやすいような着丈に変更しています。あとはウエストサイズちょっと大きくしました。前回結構ちっちゃいっていうお声が多かったのと、秋冬はねこうちょっと厚手のニットとかインすることも増えてくるかなと思うので、ウエストサイズ少し大きめにしていますので、寸法表ぜひご確認いただけたらと思います。あと変更点で言うと生地ですね。生地が前回はちょっとリネンライクな感じの素材でシャリ感のある素材だったんですけど、今回はウールライクな生地です。といってもすごい厚い生地とかっていうわけではないので、オールシーズン着ていただけるような生地感なんですけど、こう表面感がちょっとこう前回のこうシャリッとした感じではなくて、もう少しこう柔らかいしなやかな感じの生地になっています。あとこれはオールシーズン着ていただけると思うので、ぜひチェックしてみてほしいです。私もこの手のプリーツスカート大好きなので、もう年中これ多分ヘビロテすると思うので、よく動画にもね登場したりすると思うので、これはマストバイなのでぜひチェックしていただきたいです。あとしっかりもちろんポケットもつけていますし、あとウエストの後ろの中央部分はゴムになっているので伸縮性があって着心地もいいです。はい、そして次にご紹介するのがこちらのワンピースです。はしごレースポンチワンピース、カラーがこちらのオフホワイトとブラックの2色展開で、サイズが S と M の2サイズ展開、ヘビロテワンピ爆誕しました。おめでとうございますじゃあこれいいので、どっちかの色はねぜひゲットしていただきたいなっていうアイテムです。まずこのシルエットめっちゃ綺麗でしょ。じゃーん、記念目シルエットのワンピースなんですが、素材が商品名にもあるようにポンチ素材になっていて、伸縮性のあるねちょっともちっとした肌触りの生地なので、なんか見た目は綺麗めなんですけど、すごく着心地が良くてストレスフリーで着られるようなワンピースです。なのでまあオフィスとかね日常使いでもぜひぜひガシガシ着ていただきたいアイテムです。第1弾の時にここにこうスリットが入ってるワンピース発売させていただいたと思うんですけど、なんかあんな感じのイメージで、生地はまあ違うんですけどイメージ的にはああいう感じでね着ていただけるようなものなので、ぜひチェックしていただきたいです。で今回まずこれを作った経緯というか、何をまず考えて作ったかっていうと、真冬までヒートテックを中に仕込んであったかく着られるワンピースが欲しいなって思って作りました。なのでもう長袖ねしっかり十分丈長袖にしてますし、あとここね手元とこの胸元にはしごレースが入ってるんですけど、この手元はこんな感じで透け感がある本当にこうはしごレースと切り替えになってるんですけど、ここの胸元はねなんかこうやって肌色が見えるので透けてるみたいに見えると思うんですけど、実はこれ透けてなくて裏にベージュの裏地を貼ってるんですよ。なのでなんか肌みたいに見えるんですけど、実は肌じゃなくて裏地なので、もちろんねこう下着の紐とかも見えないですし、あとヒートテックとか、まあ、濃い色だとねちょっと透けたりすると思うんですけど、ベージュ系のインナーとかだったら全然ね透けないし見えないので、そこが個人的には、ね、すごいこだわって、ヒートテックちゃんと着られる長袖ワンピっていう感じで、ぜひ長い期間ね真冬まで着ていただきたいなと思って作ったアイテムです。本当このね顔周りとかもちょっとこう華やかな印象もありつつ上品に見せてくれるので、お食事の時とかにもとってもおすすめです。でウエスト部分にはこんな感じでダーツを取っているので、キュッとねこうくびれたシルエットになっています。こうがっつりこうやって切り替えがあってっていう感じじゃないので、この辺のね締め付け感とかもあんまりなく、ゆるっとしてるけど滑らかに曲線が出てくれるので、すごく綺麗に着
来ていただけると思います。もちろん両サイドにポケットをつけているのと、あと後ろがですねこんな感じでレースアップになっています。ここでウエストのライン調節していただけます。皆さんのご体型に合わせてとか、まあ、その日の気分とかによってこの絞り具合変えてね着ていただいたりしてもいいかなと思うので、今結構の綺麗めに見えるように絞ってるんですけど、ちょっとこう広げるとシルエットもゆったりしてくるので、ちょっと今日カジュアルにこうフラットシューズとかスニーカーとかで着たいなっていう時はウエストの絞りを緩くして A ラインほどまではねならないんですけど、ちょっとゆったりめに着てあげるとカジュアルにも着やすいかなと思うので、気分に合わせて絞り具合調整して楽しんでみてください。妊婦さんとかにもね着ていただけるかなと思います。個人差はあると思うんですけど、結構ゆとりはありますし、生地も伸縮性があります。あとは後ろがファスナーになっていてガバッと開くので着脱もしやすいので、はい、ぜひチェックしてみてください。あと着丈ですね、こちらもあまり長すぎないことを意識して作ってまして、これもくるぶし上10センチとか10センチ以上あるかなっていう感じです。こちらもやっぱりこうカジュアルな足元だったり、あとブーツ合わせとかもねぜひしたいなと思ったので、このくらいの着丈にしております。でホワイトはもうすごい華やかに見せてくれて、綺麗めにお嬢コーデみたいな感じで着ていただけますし、まあ、ブラックも間違いないじゃないですか。なのでぜひこれはねチェックしていただきたいアイテムです。って全部言ってる気がするけど全部おすすめなので全部言っちゃうんですけど、そうぜひねワンピ好きの方チェックしていただけると嬉しいです。はい、そして次にご紹介するのがねこちらのスウェットです。こちらインスタライブでご紹介したらもう会場が脇に湧いた、可愛いって皆さんにねたくさん言っていただいたスウェットでございます。こちらオーガニックコットンロゴスウェット、カラーがオフホワイトとグレーとオリーブの3色展開です。でサイズはフリーサイズで、お値段が税込み 16,500 円です。はい、これ本当に可愛くないですか？めっちゃ可愛い。こんな感じの ME のロゴ、結構ねボーンと大きく入れてるんですけれども、ちょっとこうカジュアルな中にこのレース素材になってるんですけど、このねちょっとこうフェミニンな要素も入れたようなスウェットになってます。このスウェットはなんかスウェットって結構やっぱカジュアル系なアイテムだから、いつもフェミニン派の方とかはちょっとなんかしっくりこないなとか、ね、着こなすの難しいなっていうふうに思われてる方も多いと思うんですよ。結構あの DM とかでもご相談いただいたりするんですけど、でもやっぱり着やすいし、なんかデイリーにね着るにはこういうねスウェットとかすごい着やすいから着たいけど難しいっていうねお声が多かったので、そんなね私たちフェミニン派でも着やすいような可愛くてちょっとポップでカジュアルなスウェットを作りたいなと思ってこちらを作りました。でそう思った時にやっぱこのねロゴ部分でちょっとこう可愛いポイントを出していきたいなと思いまして、こんな感じでこの ME のロゴの部分はコットンレースでこうやってあの形取ってあって、わかりますかね、こうちょっとお花とかちらっと見えてると思うんですけど、そうこんな感じのコットンレースになっております。でその周り、これもうねメゾンシェルといえばのはしごのデザインなんですけど、ここはね全部刺繍になってまして、はしごの刺繍でぐるっと囲んであります。これは可愛すぎますね、本当に可愛い。頭で思ってた感じのを形にするのが最初ねちょっと難しくて、最初ファーストで作った時はあちょっとなんか違うなっていう風になっちゃったんですけど、これはもう思ってたまんまの感じができてとっても嬉しいです。めっちゃ可愛いよね。でシルエットとしてはこんな感じのもうたっぽりした感じのサイズ感にしてます。袖はちょっと長めでもうここもねゆったりしたシルエットでして、ただこの袖口のリブのところをちょっと細めにねしてるので、ちゃんとこうまくって着ていただくことができます。私はいつもながらこう手首を出して着るのが好きなので、まあ、1枚で着るときはこうやってね着るかなと思います。で肩線もね結構ガッツリ落としていて、ほんとゆったりカジュアルな感じのシルエットです。ただダボっとしすぎないのはこの着丈感、長すぎなくてダボっとしないので、こういうスカートでのコーディネートにもバッチリ合ってくれます。ちなみに首元はこんな感じの空き加減で詰まりすぎてないので、皆さん着やすいんじゃないかなと思います。十分ねこのロゴで華やかなのでネックレスなしでもいいし、よりフェミニンな感じにしたいなっていう時はやっぱこれねパールのネックレスとかつけてあげるとより可愛く着られるかなと思います。
でこれ色がねさっきお見せした3色展開なんですけど、ライブでは私このオリーブすごいお気に入りで着てたんですけど、このねオリーブがすごい皆さんからご好評いただきまして、ちょっとこういうオリーブ系のカラーってアウトドアアイテムとかでもよく使われる色だからカジュアルな印象が強いかなって思うんですけど、このレースのねロゴが中和してくれて、こう絶妙なちょっと大人っぽい印象もあるようなスウェットに仕上がったかなと思っています。でオフホワイトはこんな感じなんですが、レースが真っ白で本体がちょっと黄身寄りの白っていう感じで、オフホワイトだとこのコントラストがあまりねつかないのでロゴがさりげなく見えるっていう感じなので、ロゴをねさりげなく楽しみたいなっていう方はこのオフホワイトもおすすめです。でもねこういうレースとか刺繍とかが凹凸感があるものなので、この色は近いんですけど陰影がつくのでちゃんと存在感は出てくれます。であとはグレーですね。グレーも可愛いですよね。グレー派の方もね多いかなと思うんですけれども、スウェットといえばグレーみたいなイメージが昔からあるじゃないですか。なのでやっぱグレーは作りたいなと思ったんですが、今回はちょっと濃いグレーにして、このコントラストがついて可愛いっていうのと、大人の方にもね着やすいようなカラーになってるかなと思います。あーかわいい。でも個人的に一押しはこのオリーブで、なんか結構新鮮じゃないですかオリーブ。わかんない、みんなは着てるかもしれないけど私はちょっと新鮮なのですごい好きです。でこういうオフホワイトとかと相性がすごくいいので、ボトムスにこういう色持ってきてあげるとちゃんとこうフェミニン感も保ちつつ着られると思うのでおすすめです。でこの生地はオーガニックコットン 100% のものを使用しているので、地球環境だったり生産者の方にも優しいものになっています。肌触りもすごく優しくって、しっかり感はあるんですけど柔らかくって、すごくねこう着てて癒される感じの着心地です。ちなみに生地の裏はこんな感じ、裏毛のスウェットになっています。裏起毛とかではないので本当にこう長いシーズン着ていただけるようなスウェット生地です。スウェットってやっぱりさこうシーズン長く着られるっていうのがすごいいいなと思って、私もここ数年でスウェットの良さに気づき始めたっていう感じで、そう今後もねメゾンシェルからいろいろスウェット系も出していきたいなって思ってるんですけど、秋口から秋冬春まで着ていただけるようなアイテムだと思うので、ぜひねこれはチェックしていただけると嬉しいです。はい、そして次にご紹介するのがこちらのカーディガンです。こんな感じでロープのようなデザインのトリミングがポイントになっているカーディガンです。ロープトリミングニットカーディガン、カラーがこちらのオフホワイトと私が着ているグレーの2色展開です。サイズはフリーサイズでお値段が税込み 19,800円です。こちらは今回唯一のちょっとアウターみたいな立ち位置になるアイテムです。でまたさこのコーデ可愛くない？今回グレーをカラー展開に入れているアイテムが結構多くって、ニットとかあとスウェットでもグレー入れてるんですけど、グレーでもちょっとこうトーンが違ったりしてワントーンコーデみたいなのができるので、こういうね合わせぜひしていただきたいなと思います。で中は夏物のねメゾイシェルの T シャツ合わせてるんですけど、なんかお持ちのカットソーとかでもいいですし、もちろんニットとかで合わせていただいてもいいですし、めっちゃ可愛いです。でこのカーディガンは結構肉厚なしっかりめの生地感のカーディガンです。でなんでこれを作ったかっていうと、去年暖冬だったじゃないですか。結構ね本格的なコートを着るのは私は12月入ってからとかだった気がするんですよね。でそれまではなんかコートまでいかないちょっとしっかりめのカーディガンとかそういうのを着ていたことが多かったなっていうふうに思ってて、で今年もどうやらそういうのがね引き続きあるみたいなので、ちょっとねコートの手前の時期が長いっていうことで、そういう時期に着られるようなしっかりめのアウターとカーディガンの間のようなアイテムを作りたいなと思ってこれをね作りました。生地感はこんな感じで、オーガニックコットンとアクリルのブレンドの糸を使用しています。かなりこう高密度に編んであるのですごくしっかりとした肌触りです。秋口とかはこうやって半袖に羽織ったりしてもいいし、だんだん寒くなってきたら長袖合わせたり、またその中にヒートテック重ねたりっていう感じで、ね、ちょっとこう重ねていただければ冬前までねこれだけでいけちゃうと思いますし、
もちろんコートの中に着ることもできるので、あのそんなにこのね、あの袖をたっぷりしすぎない感じで作ってるので、コートのね、あの袖の細さにもよるとは思うんですけど、割とまあ最近のコートそんなに袖が細いもの多くないと思うので、大体のコートはねこれ着られるんじゃないかなと思います。メゾンエシェルのコンセプトとして、可愛い服でちょっといいことっていうのを掲げてるんですけれども、まあ、その中の一つとして動物性の素材を使わないっていうアニマルフィーのお洋服を展開するっていうのを決めています。で、秋冬っていうのは特にやっぱりウールとかカシミヤとか、まあ、ファーのものとかが使われることが増えてくると思うんですけど、メゾンエシェルでは一切そういった動物性の素材は使用していないので、今回こういうねちょっと厚手のカーディガンだったり、今後冬物で出てくるコートとかも動物性の素材は使用しないものを今制作中です。で、そのねメリットとして、まあ、もちろんね動物に優しいっていうのもあるんですけど、コットン素材ってすごくこう快適な温度に保ってくれるみたいな機能もあったりするので、まあ、肌着とかでもね皆さんあの使われてるからご存知だと思うんですけど、そうすごくこう快適な着心地を保ってくれるので、そういった点でももちろん寒い時期にも着られますし、ちょっとこう春先とかになってきた時も着られるので、シーズンとして秋口冬春とか着られるっていうのもすごくね、あのお洋服をね大切に長く着ていただけるいいポイントかなと思ってるので、ぜひね長く着ていただけたら嬉しいなと思います。ボタンはこんな感じです。アンティークゴールドみたいな感じのちょっとねくすんだカラーのまん丸のボタンです。で、着丈はこんな感じです。長すぎず短すぎず、パンツにも羽織れますし、スカートでももちろん OK っていう感じの着丈にしています。かわいい。1点これ注意点としては、あのめっちゃ重いわけではないんですけど、まあ、ニットなので適度にね重みはありますので、畳んで保管していただくか、私はちょっと面倒くさいのでこういうちょっと重みのあるニット収納するときはこうやって袖をこうやってパタンってかける、こんな感じにすると結構この袖が重くてダラーンって伸びちゃったりするんですけど、それを防げるのでこんな感じでかけて収納してあげるといいかなと思いますので、やってみてください。 You have the time of your life. Every single night the confetti's raining down. You put your hands to the sky. Center of the crowd. You're the talk of the town. And I tell myself I don't want that. What glitters in goldMyself, I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate being on the outside, looking through a window. I say I don't want it, but I'm so full of it. I wanna be the life of the party. I wanna dance with somebody. Be ooh, 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 ooh. I wanna be the life of the party. I wanna hold on to somebody.Just fake now.
最後までご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回もすごい可愛いお洋服が作れて私は大満足なんですが、皆さんいかがでしたか。ちょっとでも気になっていただけるアイテムがあったら嬉しいなと思います。で、初めにもお伝えさせていただいたんですが、今日ご紹介したアイテムは大阪の展示会と、そしてオンラインでも受注がスタートいたします。大阪の展示会は6月21日金曜日から23日日曜日までの3日間となっております。まだチケットございますので、お近くの方はぜひオンラインストアからチェックしてみてください。で、オンラインでのご受注は6月23日日曜日の20時からスタートとなりまして、2週間ですね、7月7日の日曜日までの2週間が受注期間となります。で、冒頭でもお伝えしたんですが、生地在庫に上限があるものもあるので、受注期間中であってもちょっと数が少ないものはもしかしたら売り切れてしまう可能性とかもね、あるかもしれないので、ぜひね、これは買いたいっていうのがね、決まっていらっしゃる方はお早めにチェックしていただけると嬉しいです。で、お届けは9月中旬から下旬頃予定しておりますので、ちょうどね、秋になり始めたかなぐらいの時期にね、来ていただけるかなと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。ちょっとね、ここから大阪展示会のみのお話にはなってしまうんですが、ノベルティのご紹介をさせていただきます。まずですね、大阪展示会ノベルティ2万5000円以上お買い上げくださったお客様にはこちらのヒノキのアロマフックをプレゼントしております。こちらは東京名古屋でもお渡しさせていただいていて、とてもご好評いただいた国産ヒノキのアロマフックです。こんな感じで、メゾエシルのね、夜勤刻印がしてあります。このヒノキには防虫消臭効果とかがあったりするので、クローゼットにハンガーと一緒にね、他のものと一緒にね、かけていただくとお洋服を守ってくれるようなものになりますので、ぜひ一緒にクローゼットにかけてお使いください。で、香りは開けた時はね、結構するんですけど、だんだんとこう弱まってきちゃうので、お好きなアロマオイルとか、あと私はヒノキのアロマオイルを買って生活の木のやつかけてるんですけど、そういう感じでアロマオイルを垂らしてお使いいただくこともできますし、あとはこう表面をヤスリで削るとまた香りが復活してくれたりするので、そういった感じでね、お使いいただけたらと思います。そして今回ですね、初めてノベルティを2種類ご用意させていただいています。先ほどのが2万5000円以上お求めのお客様だったんですが、こちらが5万円以上お求めくださったお客様にはこちら、じゃん、オリジナルのトートバッグをプレゼントさせていただきます。可愛くないですか。こちらもこれは私がもうただ作りたかったトートバッグっていう感じで、これロゴ入れただけとかじゃなくて、もう一から全部作って、サイズ感とかこの素材とか
色とかも1からというか0から作ったものになります。これをねもし商品として発売するとしたら1万円ぐらいのお値段をねつけるかなっていうぐらい結構ねしっかりと作ったアイテムです。まず生地はこんな感じのキャンバス地になっております。でこんな感じちゃんと自立するぐらいしっかり硬い生地です。でも重さはそんなにないのでそこもまたね気に入っています。でやっぱこの白とベージュのねバイカラーが大好きでちょっと今後もこういうのねいろいろ作りたいなって思ってるんですけどこういうね、まあ、私たちのファッションにもすごく合うようなアイテムかなと思います。で底の部分はベージュになってるのでまあちょっとまあ角とかはね汚れちゃうかもしれないんですけど、まあ、真っ白よりはちょっと気にせずにねお使いいただけるかなと思います。で外はここがポケットになっていてこっち側もポケットがあるのでなんか駐車券とかねなんかいろいろちょっとしたもの入れていただけます。で中もしっかり作っててじゃん裏地がついてましてこっち側ファスナー付きのポケットがあります。結構広い。で反対側はファスナーなしのポケットが2つあってちょっとねちっちゃい方にはこうスマホがねぴったり入るぐらいのこんな感じのサイズのポケットとこっちは私ティッシュとか入れようかなっていう感じのポケットがあります。であと私の、ね、パソコン入れるバッグが欲しかったんですよ。ちょっと私の事情で申し訳ないんですけど結構このマークブックが大きくて大きい方のねサイズなのでディオールのブックトートとかでギリ入るっていう感じなんですけどでもちょっとこうサブバッグとしてディオールのバッグ持つの違うかなみたいな時に何に入れようってなっちゃってたので作りました。何インチかちょっと分かんないので書いておくんですけどこのね大きい MacBook がちょうど入る大きさです。もしかしたらケースとかに入れちゃうとそのケースの厚みとかによって入んないかもしれないんですけど私はこれ直接入れちゃおうかなと思ってます。こんな感じで可愛い本当に可愛くて気に入りました。ということでこちらのトートバッグを5万円以上お求めいただいたお客様にプレゼントさせていただいております。でオンラインでのねお支払い方法が、春から増えてまして、クレジットカード決済ビザマスターアメックス JCBとクレジットカードの分割払いとかリボ払いもできるようになっています。あと Apple Pay、Google Pay、EPOS 簡単決済、PayPay、楽天 Pay もお使いいただけます。楽天ポイントとかね溜まってる方もいらっしゃると思うのでお使いいただけますのでねぜひね気になるアイテムがあった方はチェックしていただけたら嬉しいです。何かご不明点などございましたらぜひねこちらのコメントにお待ちしています。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。ごきげんよう。可愛い服でちょっといいこと。可愛いと思ったお洋服が実は世界にちょっといいことしている。メゾンエシェルは可愛いも地球や動物に優しいもどちらも叶えたいあなたのためのブランドです。一着のお洋服を長く楽しむ、それも地球のための第一歩です。トレンドに左右されないけど無難じゃない、ここでしか買えない心ときめくお洋服をお届けします。お洋服の大量生産の背景には一度も袖を通されずに廃棄されてしまうお洋服がたくさんあります。メゾンエシェルではそんな悲しいお洋服を少しでも減らせるよう受注生産という形をとっています。また過去商品で欲しいと思ってくださったお洋服があればいつでもお知らせください。商品ページに再販通知ボタンがあるのでこちらにメールアドレスをご登録いただき、特にお声が多かった商品は再販を検討させていただきます。トレンドに左右されないデザインだからこそ来シーズンもそのまた先も何度でもリバイバルします。配送時の梱包は極力シンプルに、ゴミ削減のため不要なものは入れていません。後片付けが楽だったとお客様からもご好評いただいています。かわいいといいことをつなぐはしご、今と未来をつなぐはしご、思いが一緒の人たちをつなぐはしご、それがメゾンエシェル。